さすがイリーナちゃんだ。やっぱりどうもおかしいと思ったんだ。問題が優しすぎた。学園生活はどうなるんだ。イリーナちゃんと離れ離れだと考えたくない。あった、あったよ、アードの名前。0点。なぜ0点で合格する。アードくん、君のにパーフェクト天才。おっしゃることの意味が分かりかねます。点数が0点となっているのですが。ああすまぬ、君の筆記試験なのじゃが、ザリーアードくんの回答は想定していたものよりもはるか先にあったということなんじゃよ。はい、そう、かの大英雄のご子息なのだ。じゃあ